はい。ってことで2024年冬アニメの PV 見たので、そこから個人的おすすめ作品を紹介します。前に紹介したのは省いているのでそれ以外の話でいきます。まずはダンジョン飯。ご飯も乗って幸福グラフィティ以外認めてなかったんですけど、トリガー制作ってことで、期待できます。ま、これはきっとみんな宣伝してるので今更でしたね。次、本の道。自分、麻雀めちゃ好きなんですよね。年末も麻雀の予定ありますし、地方アニメっぽいところもありますが、結局は麻雀メインっぽいので、麻雀好きな人は見てください。次、俺だけレベルアップな件。異世界ものって好きになれないんですけど、音楽が沢野ひろゆきさんってのと、作画がまあまあ良さそうなので、ちょい期待できそうだなって感じます。でもまあ一度炎上してアンチが多そうなので、そのせいで不当な評価を受けそうな気がします。皆さんのおすすめもあれば、ぜひコメントください。ってことで以上、冬アニメのお話でした。